にゃ、
のウォーミングアップ。お姉さんのそばに。マナに気をつけて。悪魔を沈ませはしない。ではないよね。お姉さんのそばにいらっしゃい。マナに気をつけて。一刀両断。逃げないと間に合わないわよ。避けられると思ったら大間違いだ。お姉さんのそばにいらっしゃい。目標だって止まらないで。リューってね。つまらない仕事はここまでにしましょう。
分析員さん、さっきの水温でちょうど良かったんですよね。いえ、何も。分析員さん、聞こえますか？私は今、このドキドキが止まらないのです。やっぱり私って変わった女の子でしょうか。いつでも何度でも分析員さんといると頭の中では今のようにいけないことばかり考えてしまいます。でも時々思い悩むんです。いつも分析員さんを独り占めしたい。みんながいなかったらよかったのにと。こんなマリアンはやっぱり身勝手すぎますか？うん、お昼の一連の事件を通して確信しました。多かれ少なかれ誰もが私と同じように考えていた。しかし最後は私だけ。分析員さんはそう思いますか？きっとそうおっしゃると思いましたけど、やっぱり。そういうのには弱いんです。優しくて気遣いができる分析員さんは凛々しい長官よりずっと人を引きつけます。ですがやっぱりもっと素直になってほしいです。せめて私といる時だけは。たまにはもう少し私のことを信用してくれてもいいんですよ。今の鼓動ちゃんと聞こえますよ。あの夜の速さとは違いますね。
きっと他のことを考えているのでしょう。実はそれも嫌じゃありません。ただ心配になります。あなたが自分を押さえつけてはいないかと。私の気持ちを考えて言いたいことが言えなくなっていないかと。いろいろなことを共に経験してきて、私はもうとっくに満たされているのです。分析員さんのおかげで、私の心に二人きりの記憶が深く刻まれました。
症候群のせいで、小さい頃からずっと病床に伏していた。私の命を救うために両親は貯金のほとんどを費やした。希望が見えなくたって何も文句を言わなかった。少なくとも私の前ではずっと笑っていた。でも何も知らないと思った。全部知っていたわ。私のために両親がどれほどのストレスを抱えていたか。ある日の深夜、痛みでどうしても眠れなかった私は、両親がリビングで口喧嘩しているのを耳にした。あの時は本当にベッドから降りて部屋から出たかった。両親を抱きしめてこう言いたかった。全部私のせいだから、もう傷つけ合うのはやめてって。でもベッドに横たわる私は何もできず、口喧嘩がエスカレートしていって、重い平手打ちの音がして、それから母さんの泣き声が聞こえた。この何もできない体が憎かった。隣で見ることしかできない自分が憎かった。それにこの病気にあふれている歪んだ世界が憎かった。だから病気が治っても心は晴れなかった。力が欲しい、運命に抗う力が欲しい。ただ幼い私はどうやって思いを表現したらいいか分からず、誰かの真似をすることしか思いつかなかった。そんな時、モバイル端末であるシーンを目にした。ロックバンドのボーカルが舞台で歌っていて、歌詞には不屈と抗いの精神があふれていた。そしてステージの下で人々が両手を上げて共に叫んでいた。響きが混じり合い、世界を丸ごと揺さぶるかのように、その様子が私を強く感動させた。ああ、私もあの人たちみたいにステージで汗をかいて、かすれた声で思いを叫んで、楽器で運命に抗えば。そうだ、あの時の私は喉が枯れるほど精一杯声を出すことが私らしいやり方だと思っていた。それであのボーカルの真似をしてギターをやり始めたけど、血が額を流れ、その時気づいた。この病気は私の体だけでなく、愛する人たちの心にも深く癒えない傷跡を残したことに。それからみんなが楽に生活できるように、私は家を出て自立した。2年間、町のいろんな場所を転々として、一般人として社会に溶け込もうとした。もちろんこの試みは失敗に終わった。一人では何もできず、口下手な私には居場所がどこにもなかった。その後両親に説得されて、私は学校に戻った。そして当日、物好きな人が私のところに来た。彼女たちはみんなの前で私をそしり、家族のことまで侮辱した。どんなことを言われたのか、もうはっきり覚えていない。ただ、
今でもはっきり覚えていることがある。あの日から逃げるのをやめた。父さんの真似をして私は拳で彼女たちに抵抗した。意外と簡単だったわ。あの子たち私に全然かなわなかった。そして私は初めて自分の唯一の才能に気づいた。暴力。声を出せないなら代わりに拳を振るえばいい。もちろんもっと正々堂々とした形でね。学校を退学になった私はもう両親をがっかりさせたくなかった。ちょうどその時バルキリーゲームが世界中で流行した。私にとってこれ以上ない完璧なステージだった。正式な選手になれば自分の居場所とお金がもらえる。そしてお金があれば独立することができる。英気を養っていつか。いつか何をするつもりだろう。何のためにこの道を歩むのか。当時の私はとっくに忘れていたかもしれない。専門的な訓練場もプロのトレーナーの指導もないけど、私には他の誰よりも強い怒りと執念を持っている。この怒りと執念があるからここまで踏ん張ってこられた。何もかも選抜総選挙で選ばれるための準備だった。それからすぐ、私が待ちに待ったあの日が来た。ルールは簡単。最初の勝者だけが勝利とチャンスを手にする。でも、アマチュアの私にとって、この挑戦はたやすいものじゃなかった。命がけで努力して、終盤になってようやく少し上位に食い込めた。はあ、もう少しだ。もう少しで、すべての努力が実るはずだ。あと少しで、私は。数人が私の横を通り過ぎた。それと同時に、足首に痛みが走った。そうして一歩踏み外した私は無造作に捨てられたゴミのように地面に落ちた。錯覚かもしれないけど落ちる速度が遅くてまだ全部逆転できると思えた。でももう一度目を開けたら自分が泥沼にいることに気づいた。耳鳴りや歓声、背中から伝わる痛みを感じても私はまだ逆転する夢を見ていた。体を丸めて傷だらけの体で心に最後の防衛線を築いた。きっとチャンスがある。ただのハプニングだ。私ならきっと。そう思って自分を騙そうとしたのに無意識に見てしまった。その後のことは言わなくてもわかるでしょ。何度もくじけて私は堕落し、最後はバルハラに追放された。自業自得ね。でもまあ確かにそういうこと。最初は警戒していたけど、よく確かめたら分析員は私が知っている人とは全然違う。几帳面で決断力があって、まるで人の生死を決める王様のように全ての人を手のひらの上で転がしているかのよう。それでいて子供のように自由で、何をするにも本心に従い見返りを求めない。向こう見ずに。まったく不思議なものね。たまに偽ることに長けている私ですら、どっちが本当の分析員なのかわからなくなってしまう。ずっと思っていたから。お得意の折衷案ね。
本当のことを言うと、どっちも好きだった。だって、暗闇の中に、あなただけが。矛盾している独特なあなただけが、運命に否定された私に答えてくれた。だから永遠に欠けた部分があっても、全ての人に否定され、悪名を背負って、自分のことを永遠に好きになれなくても、今こうして少しだけでもいいから、あなたがくれた答えを握りしめるだけで、流れのままに漂う私は、暗い海の中で生まれ変わる意味を見出せる。何が？どこまで連れて行くの？している。相変わらず口がうまいのね。でも思い返せば、小さい頃にも両親に似たようなことを言われた。あの時の私はそのことを受け入れられず、ただもがき溺れていた。自分には未来がないとずっと思っていたから。でも今見たら、私の、それとこの世界の未来も虚しいものじゃないのかもしれない。流されるだけの陽炎だって、海を照らす光を集める。これからもこのきらめく世界をもっと見せて。